はようございます。石くんチャンネル今日も始まりました。トシくんです。今日はですね、なんと琵琶湖に来ております。まあ、場所はですねあまり言えないですけど、なんと今日はスペシャルゲストの登場です。どうぞお願いします。おはようございます。出ました。ご覧の皆様おはようございます。石くんです。ビシッ。そしてね、トシくん、はい、久しぶり。いやー、痛かった本当に。元気だった、トシくん。来てもらいましたよ、とうとう。いやね、トシくんの、今年中にね、はい、トシくんの顔見たくてね、わざわざね、茨城の田舎の方からありがとうございます。高速勤め3時間で来ましたよ、琵琶湖まで。ありがとうございます。よかったね。はい、まあね、そうね、トシくんと動画を撮れれば俺どこでもよかったの。そうそうそう、ありがとうございます。ここでもよかったんだけど、やっぱりね、ちょうどね、こういったね、はい、もう日本一のフィールドがあるんでね、はい、俺も2年半来れなかったんでね、琵琶湖にね、コロナでね、うん、だからね、まあ、今の時期ね、はい、超過は厳しいと思うんだけど、はい、まあ、年子と一緒にね、こうやって差を出してね、はい、飯食って酒でも飲んで、はい、楽しくできたらね、それでいいよね。それが一番じゃないですかね、多分。うん、そしてね、今回、はい、参戦してくれる方々がね、はい、こちらにいます。一人一人、自己紹介の方を、ね、自己紹介を、お願いしたいと思います。はい、どうぞお願いします。自己紹介の方から。はい、東龍門の北原と申します。昨日ですね、東京の方から夜、まあ、ちょっと日曜日だったんでね、はい、家の行事を済ませてそのまんまの格好で、初琵琶湖ということで、はい、夜すっ飛ばしてありがとうございます。参りました。本当に遠路はるばる、ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、ちょっとこいつりは初心者で5回目なんですけど、まあ、ちょっと琵琶湖でかいんでね、はい、差を出して果たして、初心者の方いやいやいや、ところなんですけど、どうですかこのロケーションは。このロケーションね、昨日夜来たんでね、全然景色見れなかったんですけど、はい、やっぱりでかいですよね。まあ、でっかいですね。はい、まあこのでかいところででかい声が、はい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 、と思うんですけど、自信ないんですけど、いや釣れるでしょう、多分釣れます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いては滋賀の寿司です、みさんですね。はい、よろしくお願いします。じゃあ一言お願いします。いやいや、もうおせ、もうどうなんやろな、まあちょっと地元なんで、はい、そうですね、寿司さんにいろいろ教わりながらね、琵琶湖攻略なんかをね、教えておいて。いやー、まあ攻略というか、まあまあまあここはそんなに攻略は少ないです。ああ、そうですか。まあでもちょっと一番いいとこにみんな出してへんかったんですよ。僕が入れて使いました。そうですね、さすがに強しです。まあね、これからもね、琵琶湖のね、いろいろ教えてもらってね、はい、これからもよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。すいません、東龍門クリアです。よろしくお願いします。どうですかここは。ここね、はい、まあ、場所覚えてなくて20年ぶりぐらいです。過去に1回来たことあるんですけどね、はい、捨てみたいですね、琵琶湖の鯉をね。まあ、釣ったことないんで ね、絶対釣れるでしょう。今日でも皆さんに会いに来たね、釣りは。いやいや、まあ、二の釣りというか、僕も会いたかったね。いや、僕は確かにあんま会いたくなかった。エセキャンパーですからね。本当ですね。やっぱりね、あの皆さんに会うのが楽しみ。そうですね、やっぱりもう巡り合わせが、ね、はい、やっぱみんなに会って、もう初めて会う方も本当に会うとやっぱ、ね、面白いですね、やっぱり。でも、なんだろうな、あの琵琶湖なんか来て思うのはね、あのやっぱりこのロケーションがいいよね、俺なんかがするとね、綺麗だし、なるほど、で新鮮、やっぱりほら常に来てる場所じゃないから、はい、なんかワクワク感が増す。ああ、なるほど。で、まあここにほら大きいのがいるっていうのが分かってるからね、はい、でまた先週メーター以上が上がったようなと、おお、期待できますよね。まさにね、こう、はい、ドキドキするじゃないですか、はい、ドキドキをね、はい、もらいに来てます。ありがとうございます。頑張ってお願いします。なんとか一本ついたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、はい、今回はね、このメンバープラスね、もちくん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 、はい、また今日も参戦して、あのもう深いも参戦していただいたっていう、あの、はい、ホープですよね。あのもうそれの大先生ですよ。会いたかった、マジで。ポチさんです、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介と、まあ、コメントがあればよろしくお願いします。まあ
特に言ってないんですけど、まあ、ホイズルは楽しんでをモットーに、やってますので、釣り場でお迎えしたらご予約の方お願いします。はい、そしてですね、このもっちくんね、見た目は若いんですけど48歳です。イケメンですよね。めちゃめちゃイケメンじゃないですか、マジで。もうびっくりしますよね。可愛い顔してる。いやもう本当にもう、こいつのもめちゃめちゃうまいので、いや僕の大先生でございます。はい、じゃあ頑張っていきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回はね、このメンバーでね、楽しく、こいつにね、できたらいいかなと思います。それじゃあね、皆さん頑張っていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、早速琵琶湖に到着したところで、なんとびっくり、お客さんがいきなりお見えになってくれました。こちらの2人ですね。おはようございます。おはようございます。よろしかったら自己紹介の方どうぞ。こいつり談義の若林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくこいつり談義役員の金井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、これは2年半ぶりの琵琶湖ですかね。そうですか。もう本当にもうこのコロナでね、来たくてもなかなか来れなくて、やっとのことで来たんですけども、全くもってね、トシ君が役に立たないという最近の琵琶湖としてはどうなんでしょうか、釣果の子としては。ちょっとあんまり大きいの出てないけども、でも先週こっちでメーター上がってるっていうことは聞いてますので、全然当たりがないわけではない。ああそうですか。まあ季節的に昨日今日はちょっと小ぶりな、はい、ああはい、はい、まあまあでも当たりがあればね、まあいいかとは思うんですけども、俺もね、なんとか琵琶湖のこいつで帰りたいななんて思ってるんですけども、よかったらアドバイスの方お二方からいただけないでしょうか。そうですね、餌をつけて掘るということは大事です。間違いないです。間違いないです、はい、それが一番です。はい、はい、でもちょっとね、水が減ってるので、はい、うん、普段深いところがかなり浅くなってるので、はい、あまり遠投するよりはちょっと近場の船道あたりをこう狙ってる方がいいのかなっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。僕は金曜の晩からやって4発当たりを取ってまして、はい、まあ、すごい、まあ、ちょっとなるべく深いところに、はい、じっくり置いて待つというところがポイントかなと思いますので、はいはい、しっかりと深いところ探って餌を置いといてもらえれば当たるんじゃないかなと思いますので、はいはい、頑張りたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、お二人にね、貴重なアドバイスをいただいたんでね、なんかね、俺も釣れそうな気だけはします。釣ります、はい、絶対釣れます。なんでね、はい、なんとかね、一本捨て帰りたいと思います。はい、ということでね、またちょこちょこお邪魔させていただきたいと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、お願いします。頑張ってやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。今何時だろう、まあ2時か3時になりました。ここでね、なんと大阪からね、お客さんが来てくれました。こちらの方です、どうぞ。はい、どうも、はじめまして、大阪で出身のカップアングラーのマッツンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はわざわざ大阪の方から電車で来てくれたということで、はい、本当にありがとうございました。いい、そしてね、トシ君とって、はい、マッツンさんからね、お土産までいただきました。ありがとうございます。いい、食べてください。ちなみに YouTube の方も、YouTube は基本は僕は電車も好きなので、はい、電車も上げてます。ああ、はいはいはい、もちろん釣りの方も。釣りの方はそんなに行ってないので、まだ。ああ、まだですか。はい、相変わらずのシーンだけは上げたり。ああ、そうなんですか。じゃあもしね、今度こっち来た時よかったら、はい、一緒にね、動画撮って上げれたらいいですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。じゃあ今日はもうこのままお帰りということで。そうですね、ちょっとのんびりして、はい、まあできたらね、一緒に差を出したかったですけどね、まあいろいろ事情が、ね、あるでしょうから、はい、なんで、まあじゃあギリギリまでのゆっくりしていってもらって、はい、一緒に楽しみましょう。はい、よろしくお願いします。そしてですね、北原さんといえば初場所強いっすよね。今回もお願いします。でかいの狙っていきましょう。はい、はい、それじゃあ気合の一投目お願いします。バッチリっすね、バッチリっすね。あ、流れます、流されちゃいます。はい、よし、じゃあ頑張りましょう。お願いします。登竜門の古谷会長の、本日第1投目です。
今日の意気込みをお願いします。そうですね、はいはいはい、よろしくお願いします。バッチリですね。これでねちょっと風落ち着いてくれるといいんですけどね。はいはい、頑張っていきましょう。お願いします。ここでまともやお客さんが来てくれました。岐阜、あ、いえ、私あの工具よくっていうところなんですか。はい、あ、じゃあもう本当に近くで。そうです。あ、そうですか。よかったら自己紹介の方、お願いします。森と申します。はい、工具の方で、はい、ちょくちょくサーブを出します。またお見かけになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森さんといえばね、インスタ一も拝見してます。ありがとうございます。まあ釣りますね。いやいや、そうなんだ。ねまだね今回ね今のところ釣れてないんですよ、声が。なんでね一言ね、アドバイスでもねもらえたらありがたいかなと思います。今にあの皆さんの思いが伝わるように大きい声が来ると思います。そうですね、はい、じゃあねその声を待ちたいと思います。これちょっと差し入れですね。はい、ありがとうございます。ここでね森さんからね、これは地酒ですか。はい、お酒の、差し入れをいただきました。ありがとうございます。みんなでね後で美味しくいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、じゃあね、またまあ年に何回かはね俺琵琶湖来たいなと思ってるんで、はい、その時はねよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、ここでもっちくんヒットです。もっちくんどう、手応えの方は。魚はついてるんだし、さすがに細くはないかなって。一ついいですか、言わしてもらって。俺たちに釣らしてくれよ。タモは、あ、タモある、はい、さすがですね。さあ、どんな感じ。いやもう本当にさすがですよ。さすがですよ。琵琶湖の達人は違う。さてサイズはどのくらいあるでしょうか。こっち慎重にね。いつも通りで慎重に。あ、すいません。もっちくん、映ってるよ。絶対バラされる。バラされるよ。でいいあれが取れたね。そうですね。はい、うん、ね、はい、見えました。あ、いい声ですね。いい声ですね。あ、深いんですか。うん、おお、うん、おお、大きい。ヒレピンで、うん、いいんじゃない。でけえ。聞こえた。いや、いい声だ。でけえでけえ。おめでとうございます。さあ果たして何センチあるでしょうか。ルデン、ほら92当たりそうだ。はい、ということでね、それ尻尾の部分、これで、うん、いいとか。合ってる？ここは90やね。90やっぱ90に。はい、ということでね、今回の鯉は、なんと92センチの、綺麗なね、鯉が釣れました。もちくんおめでとう。手持ちをお願いしてもいいでしょうか。はい、よし、よいしょ、すごい。はい、もちくんおめでとうございます。今の気持ちを一言お願いします。いや、僕釣れなくてもよかったんですけど。はい、もちくんこっち向いて。あ、はい。いやー、もちくんおめでとうございます。ありがとうございます。あ、すごいっすね。さすがですね。もうその一言です。
まだもうちょっと時間があるんでね、明日の朝まで頑張って、もっとでっかいの釣りましょう。はい、頑張ります。はい、お願いします。おめでとうございます。もうこの。はい、それではお別れの儀ですね。もっと大きくなって戻ってこいよ。はい、おめでとう、もちくん。おめでとうございます。オッケー。あー、さすが石くん。あー、釣られまいりましたね。はい、はい、ということでね、琵琶湖の初恋ゲットしました。サイズの方はね、小さいんですけどもね、これはねすごい嬉しい一本です。綺麗ですね。綺麗やというかね、はい、これはね、またね俺のね記憶に残る一本になります。ありがとうございます。ありがとう。あとはね、もう本当に、ね、まあ、今このサイズなんでね、サイズアップを狙ってね、頑張っていきたいと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、チュパチュパチュパパ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 パそしてチュパチュパチュパパおめでとうございます。ありがとうございます。はい、65センチ、僕の初恋、岩子初恋、さようなら。おめでとうございます。ありがとうございます。ゲットです。はい、ということでね、久しぶりの琵琶湖釣り終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうだった、としくん。いやー、釣果は全然ですけど、もうこんな面白い釣りはなかったですね。うん、そうだよね。めちゃくちゃ面白かったですね。うん、俺もすげえ面白かった。本当に。古谷会長はどうでしょうか。思わぬものを釣ったよね。まあ、ツンツンね、引いてて、はいはい、あ、来たと思って、まあ、いたらですね、うん、まさかのね、うん、鳥が飾ってます。まあ、都あるあるみたいなんでね、俺もまだ鳥は釣ったことないんですけどもね、今度来た時は鳥でも釣りましょう。まあ、俺もね、一本ね釣れたんで良かったです。あともちくんがね良かったね。そうですね、良かったですよね。このね、あのね、うん、ラインブレイクっていうのなんていうのかね、あれもったいないね。あれもったいなかったですね。一瞬で 200m 出されちゃいましたね。すごいね、琵琶湖ロマンだね、やっぱりね。はい、なんでね、今度はいつ来ようかな。また来年の春あたり来てやりたいですね。うん、トシ君もな。はい、ください。ね、料理の腕が良くて。もうもうポンコツになってるからさ。今回のね、調校でね、トシ君がポンコツだっていうのはもうね、はい、もう分かったんで、はい、まあ、とりあえず料理の腕を上げて、はい、はい、あとポンコツ返上を目指して頑張ってください、トシ君。はい、ありがとうございます。はい、それじゃあね、今回の動画終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録。高評価よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。